それから2つ目は地域企業であります。これは公開討論会でもお話ししましたが、東京の企業を誘致するというのは昔の仕事づくりであります。今は東京の企業は青森を乗り越えてグローバルに展開していきます。私どもが青森に仕事を作るとなれば、ふるさとに根を張った企業を支援する、これが基本だというふうに市役所の方向を転換していかなきゃいけないということであります。3つ目は新ビジネス調整ということであります。これ地域の事業を応援するかといって、これまでの事業を淡々と応援するのでは価値がないわけでございます。新しい企業、新しい事業、新しいこと、一から起こす場合もあるでしょう。スピンアウトといいますが、その今やっているビジネスにさらに派生していくというバージョンもあります。いずれにせよ、新しいことに挑戦する、そういうふるさとに根を張った企業を応援する、こういう思いを書かせていただいております。ですので3つ青い字で並べてございますが、一つは地域ベンチャーというふうにあえて言ってございます。ただこれは地方創生の中でだいぶ出てきておりますけれども、この地域の中ではベンチャー的に、ベンチャーというと大体こうなんて新しい市民はホリエモンじゃないですか、新しい人が新しいことをやる、ゼロからっていうのがベンチャーと往々にしてなるので、そうでなくても地元の企業さんが新しいことに挑戦するとか、そういうことも含めて広く地域ベンチャーと捉えてですね、この町で新しいことをやっていくというところを応援する、これが地域ベンチャー支援という私の思いであります。